あの時こっちを選んでたら、創作に打ち込んで友達とも議論して、もう遅いんだよ。お兄ちゃん、起きた。嬉しすぎて喜び疲れたん？お前コスプレする趣味とかあったのか？はあ、何言ったの。さっき自分でめっちゃ喜んでたやん。大中芸大に受かったーって。10年前の話だろそれ。ん？ここにあった本お前持って行ったりしたか？してへんよ。お兄ちゃんめっちゃ怒るもん。処分したはずのブラウン管テレビがどうして？それにプリステ2だけでプリステ3がない。あっ、過ぎた時間は決して戻らない。人生にやり直しは効かない。僕はずっとそう思っていた。まだ夢が覚めてないのかな。えっ、うわー、もう朝になったと。な、何？喉乾いた。あ、僕の飲みかけ。君はその、まだご挨拶しとらんやった。2階だ。ちょっと待って。布団が届いてなかったけん、ちょっと借り取ったとよ。え、そんな理由？